日本海に面し、新潟県の柏崎市、そして刈羽村にまたがるように位置するのが東京電力柏崎刈羽原子力発電所です。まず目につくのはその大きさ。世界最大規模の原子力発電所です。821万キロワットというと、世界で、世界でカナダのブルース、原子力発電所がほぼ同規模、はい、であと有名になりましたウクライナの、はい、ザポリージェの原子力発電所が、あそこは100万が6基ありますんで、600万と、こういったあたりが世界でも最大規模の、それを上回る規模なんです、これは今一番大きい、世界最大規模の一つ。合計出力821万キロワットは世界最大級。しかし12年前の福島での事故の後、全国の原発は次々と停止、そのまま10年以上休眠状態が続いていました。しかし今、原発再稼働に向け、国が前面に立ってあらゆる対応を取ってまいります。原発回帰に舵を切った岸田政権、すでに10基が稼働する中、新たに7基の再稼働を目指すとしたのです。その中に含まれているのが柏崎刈羽原発の6号機と7号機。今回7号機の中に入りました。こちらまあ、原子炉のまさに中枢であります原子炉格納容器の中になります。でこの中にいわゆる原子炉圧力容器がこう縦に入っております。運転停止中のため圧力容器の中に核燃料はありませんが、先月からは模擬燃料を使った機械の動作確認が始まっています。そして再稼働を行う上で求められるのが、福島の事故を受けた安全対策。万が一に備え原子炉の冷却を続けられる手段が何重にも用意されていました。あ、はい、こちらが非常用のディーゼル発電機になります。電源喪失の事態に備えた非常用発電機。福島第一原発の事故ではこの施設が地下にあったことが命取りとなりました。福島第一はですね、このディーゼル発電機が、地下にあります。で当時はまだ津波の想定高さっていうのが、そうですね、地上10メーター、こういう海抜10メーターよりも低い状態でしたから、まさかその海水がディーゼル発電機の室のところに入ってきてっていう話は、なかったんですけども。しかし想定を超える事態が起こりうるのが原発です。稲垣所長は12年前身をもってそれを実感した人物なのです。電源を失い制御不能となった原子炉は暴走を続けメルトダウン。そしてし、福島第一原発の保全部長として稲垣さんはあの場所にいました。小堀さん、はい、水位がダウンスケールしてる。これね、もう危機的状況ですよ。これ出てくれ、作業を続けてくれという指示を出した時に、1号で爆発を経験した人はやっぱり怖くていけないという話をすごくされましたんで、復旧の責任者として不安を抱く部下を説得し現場に送り込みました。もう悪いなりに安定してきて悪化の傾向はないから、まあ、水素爆発はまあしばらくないんじゃないかと思ってるというか考えてるという、まあ、非常に拙い説明をしました。それでマネージャーが、部長がそういうふうに言うんだから言ってくれと。で、まあ、チームリーダーとその下もですね、まあ
頑張ってみんなで行こうじゃないかと言って、まあ、メンバーさんは多分しぶしぶ行ったんだと思いますが、その3時間4時間後に実際爆発しましたので、やはりあの、なんて言いましょうか、もう本当に死なせてしまったかもしれないっていう。で、一人一人戻っていくんですが、やっぱ血流してたりもう真っ青な顔してたりするんで、いやこれ生きた心地がしないという状態で、あれは非常にショッキングで、ああいう事態にやっぱり絶対にしないというのが使命ですね。福島第一原発では今莫大な費用をかけて先の見えない廃炉作業が続いています。東電にとっては柏崎刈羽の再稼働は経営再建への頼みの綱でもあるのです。しかし再稼働の審査には合格しながら、現在柏崎刈羽原発は事実上の運転禁止状態。その原因は相次いで発覚したセキュリティ問題です。他人の ID カードで原発の中枢部に入っていたり、侵入者を検知するシステムが壊れたままだったりなど、核物質を扱う資格がないと規制委員会から厳しく断罪されました。この運転禁止命令の直後、所長に就任したのが稲垣さんでした。まず始めたのは署員とのコミュニケーションの強化でした。いろいろなこれまでのその、まあ、ミスというか不祥事に近いものというのは、やっぱり最大の起因するのはそのコミュニケーション不足というか、そこにあるとお考えなんですか。まあ、コミュニケーションというのは大きな問題ですけど、まず一つはリスク認識が甘いと。これが失敗した時に、まあ、物理的な影響もそうですし、その対外的にあの非常にご心配をかけるという想像力とか、そういったところに弱みがあるよねと。またあの物事が起こった時に、それを対処すると是正力が非常に弱いねと。原発を最大限活用するとした政府の方針転換を背景に、柏崎刈羽の再稼働へと動き出した東京電力。あの事故を経験した稲垣所長は何を感じているのでしょうか。こう政府の方がですね、先行するような形で今年の夏以降に再稼働っていうある程度のスケジュール感を持っているようです。ただどうなんでしょう、所長ご自身はこの夏以降っていうことを目指されますか。ここはですね、政府の方々がいろいろ考えられているのをもちろん存じ上げていますが、地域の皆様、地元の皆様のですね、やっぱり目というのは非常に厳しいというふうに思ってます。今中も変えようとしてますし、外へそういうことをお伝えするということをですね、一生懸命努めていると思いますが、努力しているところでございます。そうしますと必ずしも政府が号令をかけている夏というのは、はい、所長自身の頭にはないということですか。はい、もう一つ一つ積み上げていくしかありませんし、それをきちんと地元の皆様、地域の皆様にお伝えをして、でなるほど、お前のところの発電所を信頼できるというお声を一定程度やっぱりいただいて、た上でないと再稼働できますっていう状態にはならないと思ってますので、私は今時期にはこだわるべきではないというふうに思ってます。私自身がやっぱり納得しない限りは再稼働をさせることはないというのはですね、会長社長にも話を伝え、そして同意をもらっているというものであります。静かに近づいてきた再稼働の足音。12年前、福島から柏崎まで避難した石原さん、今再び原発という存在に直面しています。私らも、ね、富岡町に来た時にはやっぱりその東京電力という、大きな会社で地域が潤ってたっていうのはあるので、この地域も、同じなんですよね。地元にとっての必要性、
一方で東電に対する思いは、原子力の運転者をこう変えていただければまた再稼働してもいいのかなという考えは持っています。またそういった事故を起こした会社がまた運転するっていうのは怖いなって思います。立地自治体のトップは再稼働容認の姿勢を見せていますが、県は態度を明らかにしていません。 ANN の世論調査によると、原発の活用に賛成は半数近くに上り、反対を上回っています。やっぱり世の中の情勢は変わってきて、その政府の方針に翻弄されたりあるいは影響されたりするっていうことはご自身おありですか？政府の方針はもちろんGX 含めカーボンニュートラル、そしてエネルギーセキュリティという面で原子力発電所がゼロになることは良いことだというふうには私は原子力のエンジニアとして感じてないですけども、まあ、運転をするからにはそれなりのやっぱり安全性と我々自身の力量、そして、組織としての信頼関係というところを築き上げるのが大前提だと思ってますので、そこに向けて注力するのがもう発電所長の全ての役割だと思ってます。エネルギー事情が苦しいとはいえ、原発再稼働に一気に前のめりになっていいのだろうかという疑問を持って、私は柏崎刈羽原発に取材に向かいました。そこで感じたのは、政府が旗を振ったとしてもそれによってイコール再稼働が一気に進むとは考えにくいということでした。そのことは稲垣所長の、政府の考えはあるだろうが柏崎刈羽はまだ一定の信頼を得るには至っていない、時期にこだわるべきではないという言葉に表れていました。特に福島で事故を起こした東京電力に対しては視線は依然厳しいものがあります。取材を終えて改めてこの福島大熊町に立って感じたのは、12年も続くこの沈黙の重さです。紙一重の命の危険にさらされた恐怖の記憶と生活を奪われた住民の悲痛な思いがこの沈黙には詰まっています。今後休止中の原発が安全審査を経て再稼働へと向かう流れは、今の時代背景を考えれば合理的なのかもしれません。しかし福島の事故を経験した日本に住む私たちは、リスクと安全性、町の復興の方向性のすべてをその都度立ち止まって熟慮を重ねる必要があります。今この場所を覆う沈黙がむしろそのことを雄弁に語っています。はい、福島県大熊町から大越さんの中継でした。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。